昭和11年にですね、昭和天皇が伊良島にこちら、行幸された際に、皇族専用の休憩施設として建てられたというふうに言われております。で、なおですね、昭和天皇は、この今は昭和11年に建てられてますけれども、昭和5年にも伊良島の方は行幸されているというような風景がございます。この際の建物になります。中に地図を引いていますので、ぜひ中に入って。